も皆さんこんにちは、ございます。本日は冬、そして真冬に絶対に買うべきアウターを3種類超わかりやすく事細かに解説していきたいと思います。はーい。冬のアウターって金額高いのにいろんな種類がある認識じゃないですか。なんですが、この動画ですね、実は冬のアウターって3種類さえ抑えれば間違いないんだよっていう話をですねしていきながら、この3種類っていうのは結構割と例年変わりなく僕自身紹介してきてることなので、今年2023年はこのアウターはこういうところを気をつけて、このアウターは今年であればこういうところを気をつけようねって話をですね皆さんにしていきたいと思います。さらにですね、そのアウターたちを使ったコーディネートもですね、もちろんご紹介し、どんな特性があるのかもですね皆さんにご紹介したいと思います。これからアウターを買っていく方々、もうすでにアウター買った方もですね、ぜひ最後までご覧ください。では早速いってみよう。はい、ということで本日は冬、そして真冬に絶対に買うべきアウターは3種類だけでいいんだぜっていう話をしていきたいと思います。以前こちらの動画でご紹介したアウターたちはどちらかというと秋そして冬のアウターたちだったんで、すんごく寒くなってアウターなしでは出かけていけない時期にどんなアウターがかっこいいのか、おしゃれなのか、暖かいのか、そして皆さんの冬どう乗り切れるのかをですねご紹介していきたいと思います。という冬、そして真冬に絶対に買うべきアウター、一つ目がフードなしのブラックのステッチが少ないダウンでございます。はーい。これはね、過去こちらの動画でも解説した通りですし、もはやもうトレンドのね、アウターですよね。詳しくはね、こちらの動画をご覧いただければ、すべてが理解できると言っても過言ではないんですが、やはり今カジュアルトレンドが来ている中で、二つ目、三つ目にご紹介するアイテムたちもあるんですけども、程よくカジュアル感がありながらも、圧倒的な着回しのしやすさ。そして何よりですね、二つ目、三つ目のアウターよりも、暖かいですね、めちゃくちゃ暖かいからこそ体調を崩すこともないし、寒すぎて不機嫌になることもないし、その瞬間その瞬間を暖かいからこそ最大限にその状況を楽しめるわけですね。で、なぜフードなしなのか、そしてなぜステッチが少ない方がいいのか、僕はなんならステッチなしをですね今年は推奨するわけですけども、なぜなのかというとですね、やはり既存の今までの例えばユニクロのダウンとかでなると、雪や雨をねしのげるフードついてた方が頭を持ってくれたりとか、さらにより横からの風を防いでくれというところもあるんですが、とはいえ機能性特化しすぎて基本的にダウンってものすごくカジュアルなアイテムなのに、そこにですねどん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 機能性が勝ってしまって、結果的にオシャレに格好を着ることは難しいアイテムだったんですね。で、そこでですねフードなしのダウンは昔からあったんですが、ただですね新たにフードなしのダウンをですねビームでリリースし、そこからですねどん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 ですねカジュアルトレンドで冬はコートだよねって言ってた方もですね、冬はなんならコートでもダウン着用する頻度が高くなったな、なぜならば今まで着回ししづらかったダウンもフードが外されることによってステッチが少なくなることによって、そして手に取りやすい価格で買えるようになったことによって、デニムだったりスラックスだったりトラックパンツだったりカーゴパンツだったりと、さまざまいろんなパンツの相性がめちゃくちゃよく、インナーをどんなものを合わせてもですね格好決まっちゃうものだから、おしゃれな人がどん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 フードなしのダウンを選び始めたので、しかも国内のドメスティックブランドヨークとかでもね、リバーシブルなんかな、なんかベストと袖がついてるダウンとか、リガウェルのねダウンとかも人気ですし、あとはシュタインのねダウンとかも人気ですし、スティーブン・アランのねダウンとかも人気ですし、っていうようにフードなしのダウンがものすごく数多くのブランドさんが提案され始めてるわけですよ。ってなってくると何が起きてるかというと、トレンドなんですね。いわばトレンドって世の中の価値観のバグが起きてるわけですよ。なんで今まではコートがかっこいいよねっていう世の中の価値観が、フードなしのダウンもかっこいいよね、まあ、なんかおしゃれだなっていう風に見え始めてるのが今年2023年なんだからこそ、じゃあ冬に寒いから仕方なく選んでいたダウンが今年であればかっこいいから、暖かいから、トレンドで簡単にたくさんの方からおしゃれに思われやすいからダウンを選ぶっていうのが今年であれば間違いなく賢い選択なんだよね。のでぜひですねフードなしのダウン選んでみてください。ステッチがですね3本とか4本とか少ないダウンもですねここ最近すごく人気になってきたので、今年に関して言うともはやステッチがないダウン、なおかつスタイリッシュで
ボリューミーなダウン、これがですねカジュアルなカーゴパンツとかデニムパンツとかと相性がかなりいいので、ぜひそちらも押さえてみてください。先ほど出してきたねドメスティックブランドとかのダウンとかだとね結構金額はしてしまうんですけども、だいたい5万円ぐらいするのかな、それぐらいの金額するんですが、ただユニクロ U とかだと1万3000円でリリースされてまして、非常にねお買い求めしやすい価格で販売されてるんですが、なんとですね先ほどまでお見せしていたこちらのダウンに関しましては、ゾウタウンで買えるウィムのダウンで11月3日にリリースされるんですが、なんと価格9900円でもなく7700円で超クオリティの高いヒートファイバーダウンが購入できますので、11月3日前にご視聴していただいている方はぜひ楽しみに待っていただきたいのと、11月3日以降にご視聴の方毎年速乾してしまうので、ぜひなくなる前にですねお早めにご検討してあげればなというふうに思います。で今ユニクロ U のダウンとかを検索したんですよ、価格間違いないように言おうと思って。そしたらやはり今言ってなかった、例えばコスのねダウン3万円のねこちらのダウンとか、あとオーラリーですね、オーラリーのダウンもねこれいいよな、かっこいいよなとか、アクネですね13万円とんでもない金額なので、ちょっとそこら辺はねさすがになんですが、懐かしいですねモンキータイムのダウンとか様々リリースされてるので、ぜひですねチェックしてみてください。冬に絶対に買うべきアウター2つ目がロングコートでございます。はい、これはねもはや絶対押さえた方がいいアイテムで、非常に清潔感があるのと同時に、ダウンばっかり着てるとダウンばっかり着てる人の印象になるんですね。あの人っておしゃれなコーディネートしてるねはもちろんなんですが、あの人って常におしゃれだよねっていう印象になるには、いろんなアイテムを使っていたとしても常にかっこいいおしゃれだっていうところが重要なんですよ。でそこでですね重要になってくるのが、そうダウンだけではなくて、コートまでもおしゃれに着回してる男性はめちゃくちゃおしゃれなんですが、そこでですねぜひ気をつけていただきたいのが、コートはコートでもジャストサイズ気味の綺麗めになりすぎるコートとか、今年のトレンド感じゃないサイズ感のコートを着てると、ちょっとね今カジュアルトレンドが来てる中で今年の雰囲気に合ってなく、ややね格好悪く見えてしまう瞬間があるので、ぜひしっかりと着丈が長く、そして身幅もたっぷりと捉えているコートをですねぜひ選んでいただくと、今年のかっこいいポイントが出来上がるので押さえてみてください。でおすすめのカラーはダークトーンのブラックやチャコールやダークブラウンとかダークネイビーとかっていう暗めの色ですね、ぜひ選んでいただくと、明るい色彩のパンツ、例えばカーゴパンツとか白いパンツとかとの相性もすごい良くなってくるので、身幅と着丈をたっぷり捉えた厚手のコートをですねぜひ押さえてみてください。僕のロングコートを使ったポイントがこちら、そしてこちらでございます。こちらのショールカラーのコートに関しましてはリドムのコートでございまして、こちらのラペルが大きく取られたコートに関しましてはウィムのドドタウンでお買い求めいただけるコートとなっておりますので、ではもう下の概要欄にリンク貼っておくのでぜひチェックしてみてください。今ね頭の中で例えばユニクロ U だったらこれがいいよねとかいうのを紹介しようと思ったんですが、パテットのコートも悪くないんですけど、人によっては結構好みが分かれる感じがするので、全員におすすめできるかというとちょっとねそうじゃない感じもあるんですよね。あとは GU とかだと今のところないっすね。まだこの撮影の日にちでは GU で絶対買った方がいいって思える真冬のコートがねリリースされてないんですよね。やはりユニクロ GU の価格帯に落とし込んでいい素材感のコートを作ろうってなるとめちゃくちゃ難しいんですよね。ユニクロとか特にシルエットとかはさ、僕らが今着たいさ先ほどのシルエットのサイズ感とかを提案しようにも老若男女の方に売ってるブランドさんなので、シルエットどうしてもこじんまりと小さくなってきちゃうんですよ。そこがねどうしてもダウンとかだったらユニクロ U のダウンねすごく優秀ではあるんですけども、コートに関してはちょっとね厳しいかなとは思いますね。からこそもし在庫がございましたらウィムもしくはリドムのコートがおすすめでございます。でガツンと俺金額出せるぜという方はですね、それこそもうオーラリーとかシュタインとかすぐなくなりそうだけどコモリとかシーオールとか、さっきたまたま出てきたけどリガウェルとか、リガウェルなんかブルゾンに強いイメージだけど出てんのかなとか、あとはスティーブン・アランとかねもうおすすめでございます。よかったら参考にしてみてください。最後の3つ目のアウターなんですが、忘れてはいけない、そうブルゾンでございます。はい、ブルゾンに関してはダウンとコートをもうすでに押さえた方が3つ目に選ぶべきアウターかなというふうに思います。というのもコートなしにダウンとブルゾンを選んでしまうとどうしてもね似た使用用途になってしまうので、ロング丈も押さえられた上でブルゾンをですね押さえておくのがいいんじゃないかなというふうに思います。ブルゾンのおすすめなアウターとすれば、例えば機能感のあるシャギ系のブルゾンとか、あとよりこう今のカジュアル感を楽しめるようなミリタリーで
でありながら、なんかちょっとどこかスポーツヴィンテージ風のイメージも感じるようなフリースのねアウターとか、中綿が入った MA1 とかね、チタインとかもリリースされてましたけども、そういうねブルゾンなどを着用していただくとか、さらにはムートンジャケットですね。このタイミングで初めてね皆さんにご報告しようかななんていうふうに思うんですけども、実はですねリドムでムートンジャケットをリリースいたします。その詳細ぜひ楽しみに待っていただきたいのと、とんでもない仕上がりになってますので、狙っている方はですね気持ちを準備しておいてください。えぐいです、あれはっていうねアイテムとか。真冬ってなると結構厳しいかもしれませんが、真冬一歩手前の冬頃とかであればレザーブルゾンとかメルトンのアウターなどをマフラーなどと掛け合わせていただいて、あったかいニット着ていただければ冬、そして真冬にもね着れる方はいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。でブルゾンのデメリットとメリット両方あるんですが、まずデメリットで言うと、やはりダウンの暖かさに比べると物に劣りますよね。ただ着方次第だと思います。中に何を着るのかとか、ブルゾン自体がどれぐらい暖かいのかとかっていうところも結構影響してくるので、物によるっちゃ物によります。逆にメリットで言うと、他人と被りにくいですよね。自分だけのコーディネートが出来上がり、ダウンコートにはない雰囲気が存在するので、その分ですね着た時の新鮮度合いって自分でもかなりあるんじゃないかなというふうに思います。でやはりですね、押さえていただきたいのはモノトーンを中心とした暗めのカラーがおすすめで、その後はアースカラーの色味をぜひ押さえてみてください。アースカラーの色味であればブラウンとかベージュとかオリーブとかネイビーとか、そういった色味をぜひ意識して選んでみてください。僕のブルゾン使ったコーディネートがこちら、そしてこちらでございますっていうですね、もはやこの3種類の冬のアウターを抑えればいいのかっていうことがですね、事前整理がついていたらコートを2着買って終わりとかじゃなく、ダウン買ってコート買ってブルゾン買うっていうことができ、非常にですね冬の着回しっていうところではマンネリすることなく冬を超えられるので、ぜひですね今回の動画を参考にですね冬のアウター選び少しでもお役に立てれば幸いでございます。ということで今回の動画少しでも参考になったらいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価、チャンネル登録、そしてコメントのほどよろしくお願いいたします。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。以上現状の動画でした。ありがとうございました。